元料ホック TV のホックでございます。今日は皆さんご存知の人気 YouTuber ザンさんっていう方が日本について好きじゃないところっていう動画を投稿していて、私も先日こんなような投稿をしました。それに対してすごいたくさんの意見をいただいたので、どうしてそういうコメントを私がしたのか、で私のもとにどういうコメントが届いたかっていうのをみんなに紹介していきたいと思います。それではホック TV スタートです。それでですね、ザンさんが言う日本の嫌いなところっていうのは主に5つあってですね、1つが、まあ、日本人と外国人を区別する、まあ、差別というか区別して扱うっていうことが1つと、もう1つは、まあ、タバコを吸う人が多い、おじいちゃんも若い人も女の人までタバコを吸う、それが好きではないという。で3つ目は、まあ、変態とか変な人がいる、多いっていうこと。で4つ目は男と女を差別する、区別するような習慣があるっていうこと。で5つ目が人間関係に距離がある、距離を感じるっていうこと。で私がコメントしたのは、このザンさんの意見は正しいですよって言ったんですけど、当然100人いれば100人の感じ方があります。日本人でもベトナム人でも、いやそうは思わない、それは違うって思う人もいるし、賛成するっていう人もいるし、その意見はザンさんがそう感じたっていう意見で、それについてザンさんがそう感じたんであれば、それは正しいですよっていうか、それ正しいですっていうか、否定はしませんっていうのが私の意見ですね。でそれは別に私が日本人を悪口を言ってるとかっていうことではないです。私は別に日本人とベトナム人を比べて、ベトナム人、日本人、日本人は悪いなんていうつもりは全然ございません。で私はベトナムが好きでベトナムに住んでいます。だけどじゃあベトナムについて嫌なところが一つもないかって言ったら、そういうことではないです。当然嫌な人もいる、いい人もいる、嫌なところもある、いいところもある、全部ひっくるめてベトナムラブ、ベトナムが大好きっていうことなんですよ。全部の面がいいっていうことではないです。で私の考えなんですけども、ザンさんもそうで、日本が嫌いだったらすぐベトナムに帰ってくるわけじゃないですか。こういう嫌なところ、嫌いなところがあるけれども、まあ、日本を好きでいてくれてると私は思っています。で、一つずつちょっと解説を加えていきたいと思うんですけれども、まあ、外国人を差別する、区別するっていうのはある程度当たってるのかなと思います。日本は鎖国っていう制度を使っていた時代もありますし、もともとが隣国がない島国なので、まあ、外国人慣れをしていないとか、ちょっと閉鎖的な考え方がある、そういう側面があるっていうのは確かに私はあると思っています。なので日本人は外国人を全く差別しないし、区別もしてませんとは言えないのかなと思います。そういう意味ではザンさんの意見は別に本当に何ら否定できないし、間違っていないと思います。2つ目、タバコが嫌だ、タバコを吸う人が多い。確かに
多いですね。いや、多いかもしれません。でも今だんだん日本も変わってきていて、街中でタバコを吸える場所っていうのがどんどん減ってきています。なのでこれからの世代ですね、今の若い世代ではタバコに興味がない人は本当に多いです。ですのでもうちょっとお待ちいただければ、これから日本もどんどんね、タバコ本当に嫌だ興味ないっていう人がどんどん増えてくるのかなと思いますし、まあ現実にそういう人は増えていってると思います。で3つ目、変態、変な人が多い。まあこれもまあそうかもしれないですね。これはまあ何とも言えないですけど、まあ難しいですね。まあ日本人なのでそんな変態変な人は多くないと信じたいですが、そういう人がいるっていうのは一つの事実としてあるので、本当に同じ日本人としてそこは申し訳なく思ってます。で4つ目、男と女に区別があるっていうのも確かにあるかな、まだありますね。でもこれも今の世界的な流れに日本も乗っかってるので、そういう男女差別、男と女の差別はやめましょうっていう論調になってきているので、これもこれからその少しずつ変わっていくのかなと思います。で育児を手伝わない男性とかは本当に昨今本当に叩かれるというか、そういう風潮もあるので、これからどんどんその男性も育児に参加していって、その出産後とか出産前の女性が働きやすい制度になっていこうとなっていくと思います。まあ、そういう流れはあるので、もしそういう女性にとって住みにくい国に見えてしまったら、本当にそれはそれも申し訳なく思っています。で次、人間関係になんか距離があるみたいなことを言ってたと思うんですけど、それはありますね。私はベトナムでまあ3、4年、日本で35年住んでましたけど、はるかにベトナム人の方がこう人間関係の距離が近いし、打ち解けるのも早いと思います。で距離の縮まり方が遅いから日本人は冷たいって思う人も、思うベトナム人もいると思いますし、実際このホック TV とか私の Facebook にも日本人冷たい、親切じゃない、日本つまらないっていう批判がたくさん届くんですけれども、まあそれは本当に残念というか、ベトナム人から日本人、日本がそう見られると、まあやっぱり、まあ残念ですよね。そういう気持ちにはなります。だってまあ私はまあベトナムが好き、ベトナム人が好きでベトナムにいるわけですから、その好きな人にけなされる、悪く言われるっていうのはまあショックではありますよね。でもまあ悪いところは悪いところで認めて直していくことが大事なのかなと思っています。はい、それではザンさんのビデオについてちょっとコメントさせていただきました。でやっぱりザンさんはめちゃくちゃ頭が良くて、その、まあ、ベトナム語を全部私が理解できたわけじゃないですけれども、日本の好きじゃないところを言ってるんですけど、全然なんかバカにされてるとか否定されてる気はしなかったですね。
やっぱりザンさんは頭が良くて、私はこう思うって自分の意見として言ってるだけなので、こう意見を押し付けてないのが本当にすごいというか、素晴らしい人格の人だと思います。あと日本語もね、もう日本人みたいに上手いですし、もう私もザンさんのファンの一人なので、これからも楽しく番組を見させていただこうかなと思っております。ということで今日はそんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。